迫力のエンジン音に大興奮です。ドリフト競技の最高峰 D1 グランプリシリーズが北海道では初めて十勝のサラベツ村で開催されました。ドリフトとは後輪もしくは四輪すべてを滑らせながら走る走法です。北海道初開催となった2018北海道ドリフトはシリーズ第4戦にあたり34台がエントリーしました。競技は技術の正確さを1人ずつ争う単走と1対1の対戦方式でスピードと技術を争う追走に分けて行われます。時速150キロを超えるハイスピードでコーナーに飛び込みタイヤがスピンして白煙を上げる迫力とテクニックに会場は大きな歓声に包まれました。